私は黙って切られ黙って倒れる人が空を汚しても黙ってそこで呼吸する。私たちは利用するばかりでこの地球に感謝したことがあっただろうか。ただの一度でも心込めてありがとうと言ったことがあっただろうか。傷つけても傷つけても傷つけても黙って耐えてたこの星に何かを返したことがあっただろうか。大地が乾いていることを知った。地球の雨が減っていることを知った。このまま誰も動かなければこの地球はどうなってしまうのだろうか。すでに動いている人がいた。もう60年も木を植えている宮脇明という永遠に現場に生きる人がいた。僕たちは伝えた。教えてください、地球の守り方を。はじめは笑われて誰にも伝わらなかった木を植える大切さが。でも植えた、植え続けた。60年の間ずいぶん世界の森は切られた。でも宮脇魂は止まることなく植え続けた。そして今多くの人が木を植えている。60年もやっていてもうやめようと思ったことはなかったのですか。その問いに宮脇さんは言った。君は今日まで生きてきてご飯を食べるのをもうやめたいと思ったことはあるかい。ご飯を食べるのと木を植えることは同じだよ。心から師匠と呼べる人に会えた。日本にも黄砂は飛んできている。現地の黄砂は凄まじかった。町をすっぽり飲み込んでいた。木を植える大地も風が吹けば黄砂に飲み込まれる。でも僕らは木を植えに来た。希望の命を植えに来た。大丈夫だ。僕らには90人の仲間と情熱がある。そしてスコップがある。すべてはやるかやらないか、しょうがないと諦めずやってみましょう。大地が僕らを待っている。僕らが植えるこの子たちが枯れることなくすくすくとこの大地に根付きますようにと祈ります。頑張ってください。より一緒に頑張りましょう。それが大きな力になる。いざ笑って出陣。一人一人生まれたところも生まれた年も考え方も歩き方も歩くスピードも全部違うけど出会ったんだ。僕らは知っている。決められた未来などないこと。未来は今から作ってゆける。そう、今は今日までの結果。未来はみんなで作ってゆける。僕らは微力だけど決して無力ではない。未来の子供たちに残したいものがある。一人のおばあちゃん、おじいちゃんとして、お母さん、お父さんとして、お姉ちゃん、お兄ちゃんとして。僕にもやれることがあるというこの幸せ。一人一人必ずやれることがある。なんでやるの？どうして参加したの？その問いに参加者はこう答えた。楽しそうだったから。なんとなく今年の2月が暑かったから。あなたを見て思ったんです。諦めてはいけないことがあることを。
植えられた木ってどんな気持ちなんだろう。分かろうとするから分かるようになる。それは人も同じ。大地は喜んでたよ。さあ仕上げだ。雲に木を植えよう。新野めぐみさんが12年追った夢。中国の大地に竹の炭の粉をまいたならば、風に乗って空の上で炭酸化現象が起こって二酸化炭素が分解されるという夢。竹炭の粉よ、宙に舞え、地球の力に。風よ吹け、さあ飛べ。笑顔の未来を育てるのは笑顔。出会ってくれてありがとう。いつもそんな幸せが最後にはやってくる。自分に生まれてよかった。自分にもありがとうを伝えよう。幸せを続け。一緒に木を植えてくれた中国の子供たちの学校に行くと大歓迎。やっぱり喧嘩するより、傷つけ合うより、戦うよりも一緒に遊ぼう。子供から2枚の絵のプレゼント。1枚目は一緒に乾いた大地に植林をした時の思い出。もう1枚は未来の絵。その絵は学校の周りが森だった。それが砂漠の中で子供たちが描いた夢。日本では当たり前のことがここでは夢のような話。森と共に暮らすこと。必ず夢を叶えよう。その夢はもう君たちだけの夢じゃないから。僕らの夢にもなった。なんで木を植えるの？それは君の笑顔が大きく大きく大きくなるためだよ。君の笑顔はこの星の宝。また来るよ。夢を叶えにたくさんの仲間と。天国は作るもの。写真平野大輔、言葉天竺間。